こんにちは、しおさんでございます。今回は瀬戸大橋の美しすぎる絶景体験、快速マリンライナー2階席からの眺めがすごかったので紹介させていただきます。ここは岡山駅前、中国地方を代表する都市の中心駅でございます。めちゃくちゃ都会的な感じの岡山駅。8月のこの日は四国高松へ鉄道で旅に出かけました。その時、快速マリンライナー号のグリーン車、この2階席から見た瀬戸大橋の絶景が素晴らしすぎたので紹介させていただきました。瀬戸大橋は長さが海峡部で9367メートル、世界一長い鉄道道路併用橋としてギネスブックにも登録されています。下の部分を鉄道が走っている橋、連続する10の橋の総称が瀬戸大橋です。今回15年ぶりに瀬戸大橋を鉄道で渡りました。快速マリンライナー号の2階席に乗ったのは初めてでした。過去に乗った時は普通車からでしたので、また違う眺めが見られると思い、ワクワクしながら乗りました。ちょうど時間帯も良かったのだと思います。8月のこの時、岡山駅を15時12分発のマリンライナー号に乗りました。ちょうど日の角度がめちゃくちゃいい時間帯だったのだと思います。だから眺めがすごかったんだなと思いました。15年前に渡った時は早朝でした。寝台特急のサンライズ瀬戸号の中から見た眺めでした。その時は早朝であったこともあり、また今回とは全然違うような景色がそこにあったんだと思います。今回はほんと昼過ぎの夕方前ということで、めちゃくちゃ美しく感じたんですね。それは僕自身の環境の変化もあると思います。動画を配信する、その中で動画を撮るということで、いろんなところに関心を持つようになっていた。それが瀬戸大橋を渡るということがめちゃくちゃ美しいということ、そのことを改めて感じる力になっていたのだと思います。今回のこの美しすぎると感じたこの瀬戸大橋を渡る時の景色、ぜひお届けしたいと思いました。瀬戸大橋の開通は1988年、もう今から30年ほども前なんですね。僕が11歳の時でした。この時のことはめちゃくちゃ記憶に残っています。もう地図が大好きでしたので、この地図帳の中でも瀬戸大橋は本当に行ってみたい、渡りたい、そう思いながら家族に訴えていたのを覚えています。そして開通の時、絶対に渡りたいという思いが、その年に家族旅行で車で渡るということにつながり、めちゃくちゃ嬉しかったことを覚えています。その時の興奮は本当今でも忘れられません。それくらいに瀬戸大橋を渡るということは本当に特別なことであったと覚えています。今でもこの15年ぶりに渡るということ、それは本当に特別なこと、そうだと思いながら列車は進んでいきました。列車は茶屋町駅に到着。この茶屋町の駅で、もともとの宇高連絡船に接続していた宇野線と本紫尾山線、つまり瀬戸大橋を渡るその路線との分岐がされます。このマリンライナー号は本紫尾山線、こちらを走っていき、これから瀬戸大橋を渡っていきます。この時点で僕自身も子供のようにめちゃくちゃ興奮していました。瀬戸大橋が近づいてきた、そのことに興奮していたのです。あと少し、あと少しで瀬戸大橋を渡る、そして子供たちにもこれを体験させることができる。茶屋町からは高速運転に変わります。線路も2本になり、かなり速いスピードで列車が飛ばしていくようになります。瀬戸大橋が近づいてきました。
てきた。そのことを感じながら列車はどんどん進んでいきました。そして瀬戸大橋の手前、小島駅に到着しました。この小島駅を過ぎると次はもう四国の駅です。この駅も瀬戸大橋と一緒にできた駅です。なのでかなり綺麗な造りです。この小島駅、ここまで来るともういよいよ瀬戸大橋ということで、瀬戸大橋は小島境出ルートとも呼ばれている通り、この小島というところから境出を結ぶそのルートになっています。いよいよ列車は小島駅を出発。瀬戸大橋ができたことでこの辺りの交通体系はめちゃくちゃ変わりました。岡山から直接四国に電車や車で行くことができる、これは本当にすごいことだと思いました。そして今回渡ったことで改めてその凄さを感じます。開通からもう30年以上経つその瀬戸大橋、そう考えるだけでもすごいことですよね。改めてその凄さを感じました。いよいよ瀬戸大橋に近づいてきます。瀬戸大橋を渡る車窓をずっと撮り続けてほしい、子供からそのようにお願いをされ、今回この小島駅からずっと瀬戸大橋を渡るまで撮影をし続けました。そのおかげでめちゃくちゃいい動画を撮ることができました。この後トンネルがあり、そのトンネルを抜けるといよいよ瀬戸大橋です。最初に渡る橋は下津井瀬戸大橋。この下津井瀬戸大橋を渡るときはぜひ電車の音と風景を楽しんでいただきたいと思い、ナレーションはこの部分だけお休みさせていただきます。ぜひこの橋を渡る音とのセットを楽しんでください。めちゃくちゃ美しいと感じました。それではいよいよ瀬戸大橋突入です。こちらが下津井瀬戸大橋です。
がめちゃくちゃ美しく見えますよね。どんどん景色が変わっていく。先ほどの下津井瀬戸大橋から見るものとまた全然違います。遮るものがない。だからこそ見える美しさ、この鉄道のトラス橋を通じて見える景色がやっぱり美しいんですね。瀬戸大橋の魅力です。さらに続いて岩黒島橋、こちらが790m。 こちらも上はこんな感じの斜張橋になっています。この瀬戸内海の大きさ、それを感じる風景、どんどん景色は変わっていっています。しかも緩やかに変わっていっている。それがまたいいんですよね。子供たちと無言で眺め続けていました。遮るものがない。その眺めももちろん美しいですが、遮るものがある。それがまた魅力です。続いて吉間橋、850m です。こちらはこの写真の手前部分、トラス橋になっています。鉄道からは変わらない風景ですが、下の方に橋の形が出ているような感じですね。見える景色はどんどん変わっていきます。そしてこの下にまた島が見えてきました。これはパーキングエリアがある島、吉間です。この島もかなり大きな島で、車で訪れると必ずここに立ち寄っていました。それくらいにここに立ち寄った時の記憶、これは今でも鮮明に覚えています。吉間を過ぎるといよいよ連続した吊り橋が登場します。北尾山瀬戸大橋と南尾山瀬戸大橋、よく瀬戸大橋のこの写真のところで取り上げられる写真です。北尾山瀬戸大橋1538m、 吉間パーキングエリアが下に見えましたね。反対側の特急列車が通過しました。橋から見える景色がまた変わります。ここが一番海と島との間が距離がありますので、一番海が広く見える、そんな場所になっています。一つの橋でここまで景色が変わる、そんな眺めを体験できる場所はこの瀬戸大橋ならではだと思いました。それくらいに15年ぶりに渡った瀬戸大橋の眺めは本当にすごいなと思います。これだけ高いところを走り、そして長い距離を走る、それは本当にすごいなと思いながらこの景色を眺め続けていました。いよいよ最後の橋にかかってきます。それに合わせたようにスピードを速めてきました。この列車もあともう少しだということを感じているんでしょうか。最後の橋、南尾山瀬戸大橋、1648m です。四国側からの入り口の橋です。この瀬戸大橋の中で一番長い橋がこの南尾山瀬戸大橋です。先ほどまでよりも明らかにスピードが速いと感じます。ビデオの早送りのような感じになってきました。もうすぐ四国だから急いでいるよという感じが伝わってきます。そのパワーの表れでしょうか。そんな感じで少しずつスピードを速めながら走っていってる、そんな感覚がどんどん伝わってきました。この瀬戸大橋からの眺めももうすぐお別れという感じになります。そして海峡区間がいよいよ終わりに差し掛かりました。左手には香川県宇多津町、その街並みが見えてきました。ちょうど遊園地でしょうか。こちらすぐそばに見えています。そして四国に入りました。長いようであっという間であった、そう感じた瀬戸大橋でのひととき。この瀬戸大橋での体験は本当に貴重だなと思いました。埼玉に住んでいるのでなかなかここまで来ることができない、だからこそ余計にこの瀬戸大橋を渡ることができたことは本当にめ
後は爆睡して、気づいたら高松駅の近くまで来ていました。四国を訪れるとまず高松に行きたくなります。これは何度訪れてもやっぱり変わらないなと思いました。それくらいに高松は魅力があるんですね。その行きたくなる理由の一つ、それは四国の玄関口であるというイメージ、高松に来ることから四国の旅が始まる、そんなイメージがあることです。そしてもう一つは、やっぱり四国に来ると外せないその高松の讃岐うどんを食べたい、そう思う気持ち、そこがもう一つ大きいと思いました。今回もこの後讃岐うどんの縁屋さんでいただいて、めちゃくちゃ美味しいひとときを楽しませていただきました。この2つのことがあるので高松を訪れたくなる、そのことを感じながら列車は高松駅に入っていきました。高松駅はやっぱりでかいです。もう入るとその駅の大きさ、これでもまた大興奮しちゃいます。僕自身はでっかい駅であればあるほど興奮しちゃう、そんなタイプで、息子も同じタイプなので、ほんと2人して興奮していました。今回瀬戸大橋を15年ぶりにマリンライナーで渡って感じたこと、それは大人も子供もワクワクする時間がその瀬戸大橋を渡る時にはあるなということでした。ここでしか見ることができない景色、その景色を楽しむことができる、それは本当にこの瀬戸大橋ならではだと思います。さらにここでしか体験できない時間、それもこの瀬戸大橋を渡りながら音と景色を楽しみながら体験できること、まさに瀬戸大橋そのもののすごさですね。そのことを改めて強く感じました。瀬戸大橋の魅力をこんなに強く感じたのは初めてかもしれません。それくらいにこの15年ぶりに渡った瀬戸大橋のすごさ、それを改めて強く感じました。瀬戸大橋の開通から30年以上が経過したこの橋、この橋からの眺め、これは本当に宝物ですよね。それくらいにこの橋ならではのこの眺めというものが本当に貴重であると思いました。そしてまたぜひ瀬戸大橋を訪れたいと思いました。車でもまた訪れたい、そう感じながら今回編集をさせていただきました。さらに高松を訪れていただいた讃岐うどん、今回はこの縁屋さんをこちらの動画で紹介させていただきました。この動画もぜひご覧ください。四国高松の魅力、そのことも含めてぜひご覧いただければと思います。瀬戸大橋に感謝いたします。本当にありがとうございました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。お店の詳細については説明欄をご覧ください。またコメントなどもどんどん書いてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。